カボリライブ、今日は12回目、非営利組織の経営を考える3回目。1回目では非営利組織ってのは企業とは違う、営利組織とは違うんだと。その2では学校法人の経営と運営を念頭に置きながら、で特にリーダーシップ、ミッションを考え抜くことの重要性。今日は3回目。体系的にイノベーションを行う体制を整えなきゃいけないと。でしかもそういった体制を作り上げるにはリーダーが先頭に立たなければならないと。日常活動もしながらイノベーションのための意思決定と行動ができるようにしとくにはどうしたらいいのか。最初に重要なことは、機会が見えるようにしなきゃいけない。機会を見えるようにする仕組みにしなきゃいけない。それが機会、チャンスだっていうことが、見える人と見えない人がいるんでね。何をチャンスとして掴むか。非営利組織のミッション、目的との関係で、その非営利組織の持ってる強みとの関係で機会を捉えなきゃいけない。で、こんなことも言ってます。次に気をつけ。このエピソードは、試し聞き、トライアルバージョンです。フルバージョンは、リンク先からお聞きください。